ちゃ、こんにちは。さあ豊さん、はい、まあ、首位のヤクルトはマジック11が点灯ということで、いよいよ、まあね、この動画が流れる時には一桁になってるかもわからないし、まあね、9になっている可能性はもちろんあるんですけれども、ね、ヤクルトはこのまま、はい、もう優勝っていう形になっていくんですか、まず。まあ、多分ね、多分っていうのは、それは勝負事だから何が起こるかわからないということと、はい、コロナが出てきてるよね、ヤクルトの中で、ね、そうなんです。まずあの高橋奎二投手は陽性で、キブレハン選手が今あの濃厚接触者で自主隔離です。だからキブレハンっていうのは一軍に行ったし、試合に出てたりとかもしたから、はい、これからどうなるかっていうのは分からない。もうそこまでで収まってるんだったら、はい、まあ、話は別だけども、うん、まあ、ヤクルトがほぼほぼ優勝するだろうね、うん、ということは、まあ、今現段階では2位、DeNA、 そして3位が阪神ですけれども、うん、DeNA、 阪神、ここももう2位と3位が見えてきてるような状態なんですか、うん、お互いに。まあ大体そうだと思うよ。あ、だから広島も菊池が、まあ、体調不良だとか、はい、であんまりスタメンも張らないし、うん、まあ、秋山がファームに落ちたりだとか、はい、ちょっとここら辺台所が苦しくなってきてんだよね、うん、広島がいい感じで来てたんだけどさ、はい、なんかちょっとこう調子を落としたというか、うん、まあ、そんな感じにもなってるし、はい、まあ、ジャイアンツは5人の20本本塁打、はい、5人抱えてるけど、はい、なんとなくつながりがないというかさ。あ、そうなんですね。で接戦に弱いというね、はい、うん、接戦になったら中継ぎを使わなきゃいけなくなる、うん、そしたら中継ぎが打たれちゃうというね、うん、大勢も相当疲れが溜まってきてるね。あのここに来て、ここに来てちょっとな、ね、うん、それはもうしょうがないよな、うん、初めての経験だもん、はい、だから、まあ、ジャイアンツはちょっと苦しいかなという感じからすると、うん、まあ、DeNA、うん、まあ、DeNA が過密日程でこれから調子を落とさなければいいけどね、うん、で、まあ、阪神は俺は大丈夫だと思う。大丈夫、うん、となるとヤクルトは、まあ、DeNA が2位として3位に入ってくるチームっていうのは、うん、まあ、可能性としては阪神、今広島、巨人もありますけれども、うん、どこに来てほしくて、どこに来てほしくないとか。ヤクルト、ヤクルトは直接当たるところで、はい、そら阪神だな。阪神ですか。このままいったらあの DeNA と阪神が戦うんだな、はい、この順位のままいけば。そうだな、はい、そしたら今永、はい、まあ、大貫か、はい、今永浜口か、うん、どっちかで行くと思うんだよ、今永は頭で行くと思うんだよね。まあ、2位とあのあれですね、3位の戦いの阪神となれば、うんうんうん、それで DeNA が上がってきたら、はい、ピッチャーがちょっといないんだよ。そうですね、うん、まあ、上茶谷っていうのがね、この前勝ったけども、はい、まあ、上茶谷がヤクルト戦にいいのかな、少しね、うん、うん、だから上茶谷は残せると思うんだけども、はい、でも阪神が勝った場合に、はい、やっぱ青柳っていうのがどこで投げるかだよね。今永と投げ合うのか、うん、それとも最終的な目標は日本一だから、はい、それを考えた時にヤクルトを突破しないといけないというふうに考えると、はい、青柳と西純也を残すと思うんだよ、うん、DeNA 戦に投げさせないで。いや、ヤクルトとの相性がいいピッチャーだから。いいピッチャーだから。でも4試合勝たなきゃいけないわけでしょ、はい、おそら、まあ、一勝ビハインドが向こうはあるよね、はい、ビハインドか阪神が。あ、そうですね。そうなってくるとやっぱ絶対に西純也と青柳っていうのは残しておく方が得だと思うんだよね、うん、阪神は。その方が日本一にはいけると思うんだよ。残してもピッチャーが阪神はいるんだよ。そこ、まあ、伊藤であったりだとかさ。あ、そうですね、うん、はい、あと西、伊藤を頭にすればいい。で西勇気、まあ、そういうピッチャーがいると、うん、ヤクルトは俺阪神は嫌だなと思ってるはずだよ。そうですよね。これだって例えば青柳投手来た場合はね、相性の悪いバッター、まあ、例えば塩見だとか山田だとか、うん、そういうバッターを引っ込めて、うん、左で行こうとしてたよね、シーズンのね、はい、だからそのぐらいやっぱこう右バッターに対して脅威というふうに思われるピッチャーっていうのは、うん、やっぱり残しときたいよね。で、DeNA とやるときに青柳っていうのは神里っていう神がかりになんかこうあの相性のいいバッターがいるんだよ、はい、そこで足元救われるとさ困るしね、はい、うん、だからそういう意味では伊藤を頭に。お、え、じゃあ伊藤投手と佐伯か。ああ、佐伯投手もいますね。で藤浪かみたいな。
いますね。だからまあ阪神はなんかこう藤浪が鍵を握っているような気がするけどね、クライマックスシリーズ、勝ち抜くためのね先発で、うん、日本シリーズになったらまた別だけど、はい、クライマックスシリーズっていうのはピッチャーの枚数がいるから、うん、下位から上がっていくとね、はい、だからそういう意味では藤浪っていうこう一枚がなんか鍵を握ってるような、うん、そんな感じはするけどね。じゃあ仮にですけども、これが阪神で抜けて DeNA を破ってヤクルトと戦うとなると、やっぱり圧倒的にピッチャーがいいのは阪神の方。いやー、そりゃやっぱね阪神のピッチャーいいって、うん、いますもんね、ピッチャーはいい。で今の状態でヤクルトのピッチャー、まあ、先発も中継ぎも見て、うん、豊さんどういう風な状況だって見てますか。まあでもね、はい、点の取り合いになったらそれなりのピッチングするし、うん、接戦になったらそれなりの緊張感を持って投げるし、うん、まあ、ヤクルトのピッチャーっていうのはやっぱり修羅場くくってんなっていう人が多いから、はい、それなりの投球はしてくれるよね、うん、だからそこら辺は安心感はあるんだけども、はい、先発ピッチャーを考えた時に、はい、阪神のバッターは嬉しいと思うよ。嬉しい、 DeNA の投手陣よりも打ちやすいという組みやすいっていうことはあると思う。へー、そんなにこう圧倒的な力を持ってきて持って投げるピッチャーっていうのはそんなにいないからね、うん、まあ、高橋奎二が力があるぐらいで、はい、あとはまあテクニシャンが多いから。そうですね、だからそういう意味ではその読み合いでね、はい、勝れば打てるというふうに、うんうん、で DeNA の方はやっぱ打ちにくいと思ってると思う。あ、まあその先発だけを考えたときに、はい、やっぱ DeNA の方がヤクルトよりは少し上かなという。うん、でも阪神はトップだよね多分、先発ピッチャーを考えたら。そうですよね、確かに連戦戦うには本当にいいピッチャー陣、だからどうやって組んでも阪神は戦えるというような、それだけの駒が今あるですね。だからその駒をどういうふうな配置でやっていくかっていうのは、うん、これはパズルみたいな面白いね。いや本当、じゃあこれでいくと例えばその DeNA と最初と戦うステージではもしかすると、まあ、伊藤将司投手を最初に持ってくるかもしれない。でもここで負けたら、絵に描いた餅になっちゃうから、うん、だからそこもまあ伊藤と誰かみたいな。俺は青柳を使わないと思う。青柳はヤクルト戦に持っていくと思う、うん、例えば西勇輝投手であったりとか。そうだな、西純也はヤクルト戦に置いときたいんだ。青柳と西純也は絶対ヤクルト戦に置いときたいと思う。じゃあ西勇輝投手が行く可能性ももちろんありますね。まあもちろんある。そっか、となるとじゃあヤクルトと阪神の1戦目になった場合は、1戦目っていうか戦いになった場合はこれも青柳投手をもちろん最初に持ってくる。阪神はか西純也がさっきか。おお、ヤクルトは、ヤクルトはやっぱ小川で来るんじゃないの。小川投手で来る。そうだな、小川は、はい、高橋奎二投手もまあいると思います。いや、まあ高橋奎二がいるんだったら2戦目に高橋奎二を持ってくるかも、ね、原樹里投手、まあ、ちょっと打たれてますけどね。原樹里はないな。ない、うん、高梨、あ、高梨投手、はい。で、まあ、サイスニードをもう一回信じるかどうかっていうのは分かんないけど、はい、まあ、こういう大一番には外国人っていうのはね、うん、集中力が高いし、まあ、使おうかなと思うよね。あ、他に状態のいいピッチャーが出てくればそれを当ててもいいし、はい、だからそれはやりようはあるんだけども、うん、まあ、石川もいるしね、はい、でも DeNA と阪神どっちが上がってきてほしいと言うんだったら DeNA に上がってきてほしいと思ってると、うん、ヤクルトはそう、やっぱり阪神はちょっと不気味だな。そうですね、でね、足も使えるでしょ、はい、で両外国人が、うん、オスナと、うん、あのロハスジュニア、はい、だからここら辺に来て調子が上がってんだよね、うん、足も使えるってなるとやっぱ阪神の方が嫌だと思うよ。あ、まあ、近本選手だったり中野選手が出てとか、うん、それは DeNA もいやらしいけどな、はい、走ったりと桑原選手とかも穴がないというかさ、うん、どんどんつながってくる打線だから、はい、まあ、足はね阪神の方がもう全然上だけど、うん、ただ打撃の面で言うと、まあ、ヤクルトはやっぱりあの爆発的な打線持ってますから。いや、だからそれをピッチャー、阪神のピッチャーが出せるかどうか、どうなんだろう、出るのか出ないのか。阪神は本当にいいからね。ですよね、
でもなんかもうね、ちょっと3位は阪神が来ると嫌だなっていうヤクルトの話だったんですけど、でも分かんないよね、2位になる可能性もあるしね。その可能性ってどのぐらいあるんですか、まあ、今の段階で5ゲームあるんですけど、5ゲームって言ったら、はい、まあ貯金にしたら10ゲーム、うん、あ10個の差があるから、それはなかなかしんどいけどね、2位になるって、うん、ただ日程的にやっぱこう苦しんでるからさ、その DeNA がね、うん、だからここら辺を乗り越えれば2位、うん、まあ、2位を死守してくると思うけどね、DeNA がね。でもこれ3位に阪神が来るって仮定で、ね、今ちょうど話してましたけど、うん、これ広島と巨人がポッてきた場合、またヤクルトはどういうふうに戦うのか、 DeNA はどういうふうに戦うのかって、また全然変わってきますよね。いや、まあそれは変わってくるけどなそこまで深掘りしてももうエンドレスになっちゃいますね。まあ、エンドレスは、もう巨人なんか壮絶な打ち合い繰り返しが待ってそうな感じもするしな、もう柔軟対柔軟みたいな。そうそうそうで広島もなんかこの前の神宮で一挙に12点取ったと攻撃なんか見事だしな。いやびっくりしましたよ、うん、まあだからまあどこが来ても嫌だと思うけども、ただまあ A クラスで終わるだろうという阪神、はい、これは一番要警戒だな。そうですね、阪神要警戒、うん、それはね、 DeNA も、うん、やっぱ阪神と最初かと思うよ。嫌な DeNA もやっぱり嫌だよ、うん、あそこはちょっと打線がつながりを持てば、うん、やっぱポーンと勝っていけるもん、はい、足も使えるしな、うん、そうですね、まあ、足が速いやつ多いで、またテクニックがある、はい、うん、阪神嫌だ阪神嫌だ阪神要注意です、はい。